アトラジンは S トリアジン環を持つ有機化合物。欧州連合では使用が禁じられているが、世界で最も多く使われる除草剤の一つ。アトラジンの名称以外にも商品名で呼ばれることも多い。アトラジンは発芽直後の植物を枯らすのに有効なので、農作物生産時の除草剤としてよく使われる。アトラジンは幅広い農作物に使用可能であり、残留性も低いとされている。アメリカ合衆国では2003年に34,000トンが使用された。イネ科の植物はアトラジンに耐性を持つため、主にトウモロコシ、小麦などの畑に用いられる。アトラジンの使用による収穫増が3から4%とする報告がある。別の研究によると、1986年から2005年の間に236の農業試験場で試験が行われ、その平均効果は 5.7 ブッシェル、エーカーであった。アメリカ合衆国環境保護庁の仮登録許可決定局は2003年に、もしアトラジンの使用を禁止したら、雑草などにより、コーン、小麦、サトウキビの損害は、年に$20億を超えるだろうと発表している。同じ報告書には、禁止をしたら、別の除草剤を使うだろうから、1エーカーあたり$28のコスト増になるだろうとも書かれている。アトラジンは、シアヌル酸クロリドを原料とし、さらに、エチルアミンとイソプロピルアミンも使用する。他のトリアジン系除草剤と同様に、アトラジンは、プラストキノンと結合して、名反応2を阻害するという、いわゆる光合成電子伝達阻害剤である。この機構は動物にはないものなので、その意味では無害である。電子伝達系が破壊されることにより、植物はいわば餓死する。また、酸化的ダメージも受け、それは、光が強いほど、大きくなる。アトラジンは、土壌中の微生物により分解される。土中のアトラジンの半減期は13から261日である。アトラジンの生分解機構は次の2つが知られている。エチル元とイソプロピル元を支える CCL 結合が AT 座、AT 図部、アトスクといった酵素で加水分解する。この機構で分解するとシアヌル酸に変わり、さらにすぐにアンモニアと二酸化炭素に分解する。これを行うのは、シュードモナス属などの生物である。アミンの脱アルキル反応で、2クロロ -4 ヒドロキシ -6 アミ、ナンバーワン、3、5トリアジンに分解する。この後の分解機構は不明である。これもシュードモナス属に属する多くのバクテリアが行う。アトラジンは水に溶けにくく、微生物で分解されにくいので、界面活性剤の添加が分解促進に有効である。また、炭素の酸化度合いが高いため、分解エネルギーも低く、微生物にとっては魅力に欠ける餌である。アトラジンは分解して、炭素源や窒素源となる。有機窒素はアトラジンの分解を遅くするが、無機窒素は早める。グルコースが少量存在すると、アトラジンの分解は抑えられるが、大量にあると促進される。アメリカのカリフォルニア大学デービス校の教員などが作る公開毒物学ネットワークによると、アトラジンの経口毒性は、ラットで 3090mg、kg、マウスで 1750mg、kg、ウサギで 750mg、kg、ハムスターで 1000mg、kg である。1997年のアメリカ合衆国のアトラジン使用量。濃いところほど面積あたりの使用量が多い。アトラジンは地下水を汚染するとして欧州連合では2004年に禁止された。アメリカ合衆国ではアトラジンは使用規制はあるが禁止はされておらず広範囲に使われる除草剤の一つで2003年の年間使用量は34,000トンである。世界でも多く利用されている除草剤であり、世界80カ国で使用されている。アトラジンは、両生類に対し、アロマターゼを誘導することで、生成熟を攪乱する、いわゆる内分泌攪乱物質であることが、疑われている。主に研究に取り組んでいるのは、カリフォルニア大学のタイロン・ヘイズである。一方、アトラジンの主要メーカーの一つである農業会社シンジェンタは、これを否定する見解を発表している。カリフォルニア大学のヘイズは2000年、アトラジンがアフリカツメガエルのオスを雌雄同体にする作用があると述べている。さらに2002年10月、科学雑誌ネイチャーにアトラジンがヒョウガエルのオスに対して低濃度でも脱オス化を起こさせたとする発表を行った。一方、スイスの農業会社シンジェンタはいくつかの研究結果をまとめ、ヘイズらの実験結果を再現することはできていないと発表している。ヘイズはこれに対し、アトラジンが雌雄同体現象を引き起こしたとは言えないとする論文のほとんどに、シンジェンタが援助を行っているとの発表を行っている。アメリカ合衆国環境保護庁と、その諮問機関である科学諮問委員会は、ヘイズの論文も参照した上で、2000年以前に出されたデータから、アトラジンの環境に対する影響を評価するのは不可能であり、この問題について、さらなる研究が必要であると述べた。EPA からの要望に応じて、シンジェンタは、優良主権者規範に基づいた方法で、EPA やドイツの監督当局の監修を受けた、上での2つの調査を行っている。EPA は2006年、トリアジンが、合衆国民の幼児や子供に危害を与えることは、ないだろう、と結論した。EPA は2007年にも、アトラジンが両生類の生殖腺発育に悪い影響を与えることはないことが、研究機関の調査により判明した、との報告を行っている。一方2008年、タフツ大学の准教授、ケリー・マクローリンは、生命の初期段階において、アトラジンにさらされたカエルが、オタマジャクシとなってから心臓に奇形を生じ、腎臓と消化器系を損なったとする報告を行っている。これは、異所性のプログラム細胞子によるものと推定されたが、メカニズムを特定するには至らなかった。また、たとえ合衆国基準を満たす使い方であっても、人に、先天的欠損症や低出生体重児、月経不順などの原因となるとする研究もある。2009年10月、EPA は、この研究結果を受け、アトラジンの安全性を再評価することを決めている。2010年3月、ヘイズはアトラジンがカエルを激減させているとの論文を発表している。ありがとうございます。